ヘレン・キーム城のノイエスパレ・キーム湖の中央に浮かぶ、ヘレン・インゼルに位置する、ヘレン・キーム勢城のノイエスパレ・ヘレン・キーム勢城は、ドイツ、バイエルン州のキーム湖の中央に浮かぶヘレン・インゼルに位置する城である。バイエルン王ルートビヒ2世によって建設された。ヘレン・キーム勢城の中にあるノイエスパレは、最も有名で、ルートビヒ2世が実際に建設した3つの城にある。 建築物で一番大きい。そこは、ある意味で、ルートビヒ2世が崇拝していた、ルイ14世への記念碑となっている。宮殿の鏡の回廊の天井は、ルイ14世の25個の壁画がある。ノイエスパレは、クリスチャン・ヤンク、フランツ・ザイーツ、ゲオルグ・ドールマンによってデザインされ、1878年から1886年にかけて建設された。それは、 ベルサイユ宮殿をそっくりそのまま模倣したものであるが、ルート美ヒ二世が死ぬ前に、中央の一部分だけが建設されたのみだった。1886年に、ルート美ヒ二世が死ぬと建設が中止された。70部屋のうち、50部屋は現在でも、未完成である。ヘレン・キーム税上は、ベルサイユ宮殿の完全に正確な模倣にしなければ、ならなかったが、いくつかの箇所で、 ベルサイユ宮殿よりも勝っているところがあり、そして、ほぼ2世紀の技術進歩、生活様式の変化の跡も伺える。例えば、鏡の回廊は、ベルサイユ宮殿のそれより8メートル長い。食堂には、毎戦闘時期の世界一巨大なシャンデリアがある。ベルサイユ宮殿にはトイレが作られなかったが、ヘレンキームゼー場には、多数のトイレがあり、さらに温水プールも存在する。 正式なフランス庭園は、ベルサイユの典型的な形式とされる古典様式、または、ルートビヒ2世が好きだったロマン主義の典型的な形式とされ、素晴らしい様式の噴水と像で占められる。ヘレンキー・ムゼイ城は島にあり、小さなフェリーのみだけが訪問する交通手段である。そのため、ヘレンキー・ムゼイ城は、ルートビヒ2世が建設した他の城と比べて、訪問しにくい。 しばしば、ヘレン島にある他の小さい建物の存在を忘れて、ノイエスパレだけを、ヘレンキーム勢場と呼んでしまうが、実際はこれらの全てが、ヘレンキーム勢場である。ノイエスパレに隣接したところに、ルートビヒ2 0博物館がある。内部教の間、ありがとうございます。